ファイナルファンタジーシリーズファイナルファンタジー14ファイナルファンタジー14公のお父さんファイナルファンタジー14公のお父さんは2017年4月から5月まで日本で放映されたテレビドラマファイナルファンタジーシリーズを題材にした商業作品としては初の実写ドラマ化となるなおドラマ化の経緯が説明されている 光のピーさん及び2019年6月21日から公開されている劇場版についても本校で解説する。もともとはマイディというハンドルネームを持つ一回のゲーム好きの青年がブログ一撃格殺 SS 日記にて連載していた光のお父さんというタイトルの一連のブログ日記である。60歳を超えるゲーム好きの父に自分がユーザーである。 オンラインゲームのファイナルファンタジー14で親孝行したいという計画が注目され、マイディのブログは累計300万アクセスという人気を呼び、書籍かテレビドラマ化へと至った。タイトルはファイナルファンタジー14における主人公が光の戦士と呼ばれていることから、父親を光の戦士イコール光のお父さんと作中で命名したため、 作中のゲーム内シーンでは、実際に、ファイナルファンタジー14内で、原作者であるマイディーらが操作した映像が使われ、世界初の試みであるとして、これを、キャラクターアクターと称している。マイディーの制作発表記者会見も、オンラインゲーム内からの中継で、キャラクターを通して行われた。なお、原作者のマイディーは2018年に大腸がん、手術を行ったものの、 二年後の2020年6月に再発。ガンとの闘病の末に2020年12月に死去が報じられた。ゲーム好きの青年、稲葉孝貴は、ハンドルネーム、マイディオを名乗り、ネット上のゲーム仲間たちと共に、MMORPG、ファイナルファンタジー14を楽しんでいる。孝貴は、ある日、仕事熱心だった父親が突然退職したと聞きその、心境を暗示る。 しかし、幼い頃に生き違って以来、いつの間にか不死の間では、会話がなくなっていた。その悩みを FFX 部の仲間に相談すると、ゲーム内に父親を招待してみたらどうかと、提案される。父親の、広太郎が操作するキャラクター、インディに、息子であることを隠して近づき、フレンド登録をして、共に冒険を続け、 現実とオンライン上を行き来しながら、父親のゲーム攻略をサポートし、攻略終盤のボスを倒した後に正体を明かすという、数ヶ月かかりの壮大なオンライン育成プロジェクトを立て、後期はフレンドたちの協力のもと、様々な困難を乗り越えて、ヒロ太郎を FFX シブの世界における勇者、光の戦士へと鍛え上げていく、光のお父さん計画を進める。映画版キャストは、 キャストを参照。2017年4月20日より、ネットフリックスで配信されている。6月1日からネットフリックス限定の特別編が配信開始。2019年6月21日に公開された。主要スタッフはおおむねドラマ版と同一だが、顔出しするキャストは2018年に急成した、大杉さざみを含め一新された。ストーリーについては、原作、 ドラマ場も踏襲する部分が多いが、原作には存在しない、秋代の妹が登場するなどの変更が加えられている。なお前日の通り原作者であるマイディーが2020年12月に死去したことを受け、同年同月25日より、池袋ヒューマックスシネマズにて、追悼上映が行われる。マイディーの実父も映画公式サイトにて、光のお父さん名義で、 追悼のコメントを寄せている。声の出演、光のお父さんを書籍化、テレビドラマ化していく経緯は、ブログ、一撃各撮 SS 日記にて、光の P さんというタイトルで不定期で連載されている。光のお父さん計画のプロジェクト完遂まで、あと数回の連載を残す頃、毎日に、光のお父さんの書籍化の話が次々に舞い込んで、くる。しかし、他のゲームに、 設定だけを転用しようとしたり、FFXIV のことをよく理解していない、業界人が多く、作品へのリスペクトに欠ける提案ばかりで、マイディは憂鬱になる。そんなマイディのもとに、ピートナノルルガディンが現れる。現在ゲーム業界で働いている P さん派かつて映画業界にいた経験があり、大きな夢があるという。その夢を叶えるために、光のお父さんの、 tv ドラマ化の企画を立てて、出資者に提案することを許可してほしいと、マイディに願いに来たのだ。P さんの熱意に心を打たれたマイディは、f f x シブをよくわかっていない人に、大切な作品を任せたくないとの思いから、P さん自ら f f x シブのプレイヤーとなって、大迷宮に挑み、ツインタニアを倒すことを条件に、P さんの提案を受け入れる。そして、新たな戦士、 光の P さんと仲間たちとの現実とオンライン上をまたいだ大冒険の物語が再び始まる。光のお父さんの撮影秘話や撮影ポイントなどを振り返って解説する企画がブログ一撃各撮影 SS 日記にて光ので遺産というタイトルで毎回のネットフリックスの配信に合わせ連載されている。ありがとうございます。